はい、どうもフリッチです。今回からですね、ヒージャーマニーゴールドウォーズオブエンシェントグリースというゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、古代ギリシャが舞台のストラテジーゲームで、今回からですね、サンドボックスモード、グランドストラテジーですね、古代ギリシャを全土とした覇権を巡る戦いをしていこうと思います。で、まあ、都市国家が出てくるんですけど、古代ギリシャ勢力以外にも、ペルシア帝国だったり、あとこれドナウ川の方なのかなの部族とか、あとはこれですかね、バルカン山脈の部族とか出てくるみたいですね。で、やっぱりその有名な都市国家でいうと、やっぱりテルモピラの戦いのスパルタとか、まあ普通に強いマケドニアですね、ファランクスかなとかいると思うんですけど、今回何使おうかな。今回というか、やっぱスパルタかな、軍事国家で。他で有名なとこで言うと、コリントスと、あとアテナイかな、アテナイ帝国とかが有名ですよね。まあ、とはいえスパルタでいきます。普通にね、スパルタンが好きなので、これいきます。難易度はノーマルでいきましょう。で、このゲームの続編にあたるね、古代イタリアが舞台のゲームを少し昔にやってるんですけど、今回はね、より今ポピュラーかな、古代ギリシャでいきます。で、まず回転しましょうか。位置はね、スパルタの位置はギリシャ、あとまあ北の方も結構ありますね、があって、一応東の方ですね、東の南の方ですね。で、周辺勢力はアルカディアンリーグ、アルカディア同盟ですね、とメッサニア、メッセネのメッサニア、ここが、アルカディア同盟で、これがアルゴリットフェデレーション、連合ですね、連邦かながあって、とりあえず目的としてはやっぱ軍事国家、軍事力をもってして、コリントス多分この辺に行って、アテナイがこの辺ですねをぶっ潰して、北上しマケドニアのファランクスを潰すという作戦でいきましょう。作戦でもないか。で、このゲームは全てリアルタイム制で、外交とかユニット作るのとか戦闘がリアルタイムなので、まあ判断をね、常にしながらやっていかないといけないって感じですね。ここに今、スパルタンのホプリテスかながいて、あとは槍部隊がいるわけですね。何部隊これって、3部隊か。こっち来よ。で、ポーズを解けば済みますね。マニュアル、オブジェクトのログ、ユニットのスキル、外交とかですかね。これはちょっと見ても分かんないと思いますね。で、まずスパルタ本拠地ですねがあって、ここにね、レオニダスもいますね。あれ4444って何、あれ3351555522241なんかのスキルなのかな、見たところでわからないんだけど、スキルだとすると高い方がいいのかな。レオニダスは3351、何かがめっちゃ低いんでしょうね。で、このゲームの都市はですね、ユニット作る際に作りますか、ワーカー、スパルタン、スパルタンかな、作りますね。ここの、まあなんだろう、軍事の人口かなを使ってユニットを作ります。なんで連続でユニットを作ることはできないわけですね。減ってしまえばそこでおしまいですね。攻めたいからカタパルトとか作りますね。いろいろワーカー、ワーカー作ろう、ワーカーワーカーもう一個作ろう。よし、まずはこんな感じで。で、この伸びてる線、これが平坦ですね、まあ、輸送のラインで、まずこれは町か、町と資源をつなぐ感じで、マイン、これがお金を生み出す場所ですね。で、ファームから食料が来て、その食料をユニットに預けて進軍するわけですね。で、これが維持費か。
収入はベースで1000、町から370、マインで320で、サプライライン平坦だよね、で52で、使ってる部分はユニットで685、町で124、監視塔で57って感じですね。これなんだろう、20のやつは神殿かな、まあ、20ですね。どこかにあると思うんだけど、それが分かんないな。で、周辺勢力は3ついるんですけど、どんな感じなんだろうね。てかすごいとこにあるなこれ。あ、こっから行けるからか。あ、だからそこにいたんだね。ユニットをここに戻したのは、食料をユニット単位で持っていて、それがなくなるといけないので、ここのラインから出すとちょっと困るんですよね。そんだけの理由ですね。いいですね。とりあえず2部隊できたんで、セカンドスパルタン、サードスパルタン、ファーストスパルタン、フォーススパルタン、あ、番号か、ただのなんか時代かなって思ったんですけど、関係ないですね。レオニダスを入れます。あ、かっこいいかっこいい。レオニダスがこの部隊の指揮官になりました。めっちゃ邪魔になるし、すごい自重しないですね。わ、いいですね。カタパルトと部隊ができたんで、で、ワーカーもできてますね。で、ワーカーに、これ、ロードフードで、こう積みます。あ、足りない。まずいまずい、足りない足りない。少な。少なすぎだろう。で、食料積んでいかないといけないから、こっちも積みますね。1600、あ、町になかったのか。大丈夫かな？ないと人口が減るんじゃないかな。レンリアスと、ライスサンダーかな。指揮官っぽい人が、このスキルで選んでやんのかな。今何も出ないから分かんないですね。スキル上げれると思うんですけど、彼のレベルがあったりするのかな。ちょっと連れていくか。いやでも待ってよ、まず進軍する先ですね。ファーム取りに行くか。ここファーム取って、取り出か、取り出無視してこの町メッセに落としてファーム取ってって感じで行くか。端っこなんでね、まずはね、赤い屋かな、この辺ね、赤い屋方面行く感じで行きます。古代ギリシャに関して言うとですね、あんまりそこまで詳しくないので、まあ、スパルタ、ポピュラーなスパルタ使って遊ぼうかなと思ってるくらいですね。よし、出して出して、出た。で、入れて少し残すか。工場兵器カタパルト、遠距離部隊がいないんで、これでしかないから作って持ってって感じね。で、来てますね。ファームが3つもありますね。あるね。よし、積んでこ積んでこ。少なマジ少ないね。まあ、取ってここにつなげようか。つなげればそこに向かうんで、ここの2つをここに入れる感じかな。うん、そうしますね。ではまず進軍しましょう。こうですね。で、カタパルト持っていきます。で、このワーカーですね、こいつはね、戦えないですけど、まずフード運ぶことができて、マインで働いたりする。そしてね、建物作ったり壊したりもできると。マインで働いたりする、いるの、マインに今。あ、奴隷がいますね。 OK です。確か敵倒して逃げてるやつを捕まえると奴隷にできるんですよね。わ、いいですね。まあ、このリアルタイム性の戦いが好きなのでやって、で、続編、古代イタリアのね、ローマとかのやつがあるんですけど、ちょっとこれやれたらね、やってみようかなと思ってるんですよ、またね。まず、おー、いいですね。来てって、合流しようか。出せ。
あ、テリトリー抜けたんですね。オッケーです。敵のテリトリー入りましょう的なことですよね、きっと。うち関係ないんで。あ、めっちゃいますね。やんの？いきなり。あんまり動き、狭いな、道。これは戦いますね。敵ももう分かってるんだろうね。そういうふうに出てくるってことは。どこまでが境界線なの？境界線ここからかな。分かってないからね、どこまでがそれなのか。どうしよう。ちょっと。できたら、でも軍事ユニット整える場所がないから、こうなっちゃうよね。もうチャージしますね。ちょっと後ろかな。これで撃ってキャプチャーしちゃいますね。いけいけいけ。狭いからめっちゃ戦いづらいぞ、ここ。遠距離がこれしかないから使っていって。なんか抜けてそっち行ってほしいな。いいね、いいね。青がモラルで、赤が食料で、緑が体力ですね、ユニットの。誤射してないかな。当たってるっぽい。いいぞ、いけ。横からつけばいけるでしょう。食料大丈夫？結構減ってるわけでないか。全然減ってないですね。入ってんのかな。いけ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 、走れよ。あ、オッケー、走れるんですね。走りを知ったらこっちのもんでしょう。はい、装具ずれ。そんな減った？ただいくか。あ、ユニットが止まってますね。ちょっと待って、一回さ、どうなってるこれ。向かわせて、向かわせます。で、無理か。 間に合わないか。キャプチャーしますね。落とすかな、どっか。あ、狙ってみようか。取ってゲットしてから。お、これうちのじゃないよね。お、いるじゃん。ちょっと早く捕まえよう。これ関係ないもんね。食料入れてって感じね。これキャプチャーして奴隷化ですね。奴隷はマインに送るんで。よし、お前らそこで待ってろ。ここだ、ここ。これも？ これ、近すぎるだろ。わかんないっていう、その近さだと。よし、行くぞ。人いる？ここ。12人か。一回戻りますか。まずせっかくここまで来たので、抑えてね、行きたいですけど。
ここで畑取ったんで、コードつなげて、いきます。これで、物が運ばれます。落ちたんじゃないこれ。取った方がいい？で、じゃあ。君待機で。お、ゲット。ナイス。次は町だね。これ1個しかなかったっけ。あ、こう2ついる？あ、いるね。よし、まだでも攻められないですかね。畑取りに行くか。で、物運んでったね。残り87か。ついていこう。あれ、2ついる？1つ2つ。こいつがこっちの方面の平坦管理して、これなんか運ぶ必要あるのかな。ゲットしたらいいけど、つながりはしますね。この道は別にお金かかんないか。直すのにワーカーがいるんじゃないかな。あ、勝手に直ってる、勝手に直ってる。ファームありますね。取ってきて。お前はいい。あ、いいよ。待って。よし。あー、いますね。大丈夫かな。やり合ってるな。どうしようか。まだ帰ってない？今帰ってる？ 84% で2ついるか。よし、引こう。詰めてきてますね。単体でやるの。援軍なしますから、こちら。動いたか。こっちから攻めようかな。ならこいつらも少ないから、正直一回街を抑えたいんですけどね。いけるか。押さえて、この拠点入れて、前出してって感じで。これ人はいないから、OK です。バカめ。弱点をつけ、弱点を。お、出てきたね。狙いは一回これかな。まずやるか。後ろいますもんね。結構いるね。ただ引けないな。あれ、まだいるのここに。あれ遅れてんのか。いまいち分かってないな。スパルタン、レオニダス負傷してない？900なんで、まだいけるな。ちょっと。レオディアスの軍が溜まってないのか。ちょ、厳しめですね。勝ったけど、ボッコボコですね。行くか。OK か。いらないって、もう奴隷ばっかり。よしよし。ああ、こいつらもやられたね。一回撤収してって感じか。大丈夫なの？離脱しろ。
一部隊上げて、お、来た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 、いけいけいけ、あれ狙うか、あれなら関係ないでしょ。離脱離脱、モラルがちょっと低いからね、なんとか逃がしてあげていつまでいんのこいつら、うちの責任かな。敵も再結集してくるからね、他大丈夫かな、他の勢力動きないですかね、結構近いんで怖いですね。レオニアス関係なくなっちゃってるね、後で連れてくるか。よっしゃ、甲状腺入ろう。来た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 、よし、無視は良くないんじゃないか。まだやめよう。お、終わった終わった。では工場およびユニットはいんのかな。いな、あ、2枚あるね。何がいるんだろう。これさ、捕まえとくか一応。いやいや、え、そんな近づく？逃げれるかな？こいつらがいけるか、一緒だとできないのかな。あ、捕まえた、よしよしよし、どれこれどうしよう、そこ入っとくか一回。あれはいいや、無視しよう。ちょ、ここ押さえとしておいて、甲状腺ですね。よし、入って、これ食事提供してって感じで、食料ありますからね。でもね、こちらが多分ないじゃん。あ、帰っていいぞ。ワーカーどうしようかな、残してもいいんだけど。こっちもないですかね。あ、両方ないね。片方返すか。ないってなるとちょっと積んでいってあげないとね。この入れらんないかな、詰める。ローリングしてます。こちらもやってきますか。なんか逃げたみたいになってない。どれいるね、どれでいいや。じゃあどれに入らせよ。今20ちょっとか。硬いね。よし、でもスパルタンの力で落としたんで。あ、帰ってきた。ほら行け。落ちましたね。じゃあこれゲットするか。待てよ、一回整えて待ちますか。この軍勢で攻めましょう。
ぱ一食食べにか。取ったはいいんですけど、つなげますかね。つながるかな。ちょっとどうしよう。積んでここかな。引っかかるとダメかな。これか。これ切って、これ町につなげると。射程的にまだですかね。あ、諦めた。こいつはどうすんの？こう置いとる、置いてあるけど。いい、放置でいい？狙うか。で、ここの人口がいるんで、一回じゃあ、ちょっと待って。入れて。上がれ上がれ。どんくらい食らわないか見るか。あ、余裕ですね。ザコメ。よし。いいですね。あ、まだ積んでる。じゃ一回、君たちはじゃあ、この後ろ切って。ファームの道か、切って。アップグレードできるんですね。容量が増えるのか、こっちで。他めっちゃ気になるんですけど、大丈夫なんですね。町増えたんで、ちょっと収入増えたわけですね。ちょっと雇っとくか。ここめちゃくちゃいますからね、この辺も。人がね。また連れてって。今回ここにしましょうか。メッセネが落ちましたね。このままメッセニア落としていきますね。いやー、やっぱ面白いですね。遠距離がちょっと不足気味なんで、その辺は補って。あとはもうスパルタンで行くと。で、なんか槍部隊が最初いるんだけど、それは、あ、場所で変わるんだね。どっから雇えるのかな？スパルタだからスパルタンしかいないですね。どっかいるかな？いるんならちょっと雇いたいんですけど。ラインか。スパルタン。スパルタン。OK です。違う土地ですね。であればいいんだね。OK です。では、次回も続けてやっていこうと思います。